1977年撮影の新内駅跡と、周囲約1 k m 1 5トル範囲。下が、新徳方面。駅舎は、中央の小さな白い空き地にあった。下へ左斜めに向かう道が、駅前通りで、かつては小さな町が形成されていたが、すべて、なくなっている。新徳方面には、R200 の180度急カーブのロバガートが残るが、落合方面は、 ゴルフ場への振動が敷かれている。島ホーム側が、落合側に少しずれた、相対式ホーム2面2線と、駅舎横の落合側に、貨物ホームと引き込み線、駅裏に、貨物積み下ろし線とストックヤードを有する、木材搬出の駅の一つであった。国土交通省国土地理院地図。駅名は、アイヌ語の、ニウン、内に由来する。1966年9月30日に、 落合から新カリカチトンネルを経て、新徳に至る新線が開業したのに伴う、本駅の所在する急線の廃止により、翌日の10月1日に廃駅となった。落合駅からカリカチ信号場を経てこの新内までの線路は、カリカチ峠を越えていたため景色が良く、日本三大車窓の一つとされた。戦前から、スケホロだけのスキー客などにも利用されていた。 主な取扱い貨物は加工岩、木材であった。駅前には小規模な市街地があったが、新鮮の開通とともに消滅した。1978年から、当駅跡に59,672号蒸気機関車と20系寝台車を設置して、SL ホテルが運営されていたが、ホテルの閉鎖後は放置されていた。痛みが激しいため寝台車の撤去が検討されていたが、 NPO 法人、旧カリカチ戦を楽しむ会が中心となり、存続運動を展開し、維持活動を条件に保存が決まった。2006年7月8日より、インフォメーションセンターとして使用されていた、那覇年20132が、2010年9月7日より、旧カリカチ戦資料館として、リニューアルオープンした。2019年現在、稀に宿泊することもできる。 また、2008年より、駅構内の2番線と3番線跡に作業用の、軌道自転車を利用したトロッコ鉄道が設置された。当駅前後の配線跡は、フットパスとして整備されており、新徳駅近くの SL 広場から当駅までの、約10キロメートルは、仮価値ポッポの道として歩行者、自転車、乗馬の専用道となっている。また、 当駅から旧カリカチトンネルまでの約 7km と合わせ約 17km が旧カリカチ線フットパスとして整備されている。ありがとうございます。